はやばいって。はい、皆さんこんにちは、タートルです。下腹へこませたい人、レッグレイズやったことあると思いますが、このレッグレイズ実は足首持って片足でやる方がお腹がへこむんです。ほとんどの人が今みたいに足を動かすと思います。これは足の重さ、腹筋の強度によっては、足下げると腰が浮く、足を下ろすとき体が浮く、これとはせっかく下腹効かせたいのに効かないんです。今回のやり方は足首持つので誰でも簡単にできます。今回20秒3セットやるだけです。今回の下腹腹筋を行うことでメリット、反り腰が改善される、姿勢が良くなる、結果的にテンションが上がります。やっていきましょう。それでは紹介します。やり方はとっても簡単です。寝たまま真似してください。まず左足を伸ばします。右足を曲げます。右手で足首を持ちます。体を起こします。足をゆっくり動かしていきます。これを両足20秒ずつやっていきます。それではいきます。ペースは見ながら合わせてください。スタート。できれば足首持って上体しっかり起こしてください。息を長く吐きながら、だんだん効いてきますんでね。はい、 OK。 反対も一緒です。足首持って片足伸ばして上体を起こしていきましょう。スタート。足の幅はね、このくらいの幅です。これをゆっくり手の力でね、上体を起こして、ゆっくりゆっくり足を動かしていきます。腰がね、ちゃんとついてる方がいいです。はい、 OK。 2セット目は伸ばしてる足を動かしていきましょう。そうすることでお腹に効きます。いきます。スタート。しっかりね、伸ばして、これはしっかりね、抱えてください。あー、効く。胸にね、ももつける感じで、しっかり上体を起こして、2回目は効く。よーし、 OK。 いてててさあ、反対足いきます。スタート。ぐっとね、胸つける感じで足を動かして、食べる余裕がない。引く、しっかり足曲げて、よし、 OK。 あー、いってってって、腹筋がどっか行きそうになった。今ラストです。ラストは足を伸ばしてキープするだけ。最後頑張っていきましょう。最後なんでね、いけるよって人はね、手の力をね、抜いてみてください。自分の腹筋使って起きてください。できないよって方は持っといていきましょう。スタート。いける人はね、起こしたまま手離して、これでキープ。うおー、きつい。きつくなったらね、持ってもいいよ。あー、くわー、くわー、やばい。くー、頑張って。あー、いって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 、きゃー。最後、いける方は手を使わずに起きて、きつい方は足首持っていきましょう。ストップ。スタート。うわー、頑張って。状態をね、保ちながら手離してみて。聞くから。うわー。ぎゃー。お疲れ様でした。どうでしたか？20秒でも何セットかに分けるとすごい効きますよね。効いたよ、できなかったよ、できたよっていうことはね、グッドボタンとコメントで教えてください。今回の腹筋メニューやることで反り腰が改善されて、下腹がへこみやすくなる、姿勢が良くなりますんで、いつもやってる腹筋メニューちょっと飽きてたなとかね、お腹効かなくなってきたなって思ってた方は、今回みたいないろんな腹筋を使い方をしていくことでお腹にまたね、さらに効くようにできてきますんで、頑張ってやってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。